はい、タンタンでございます。今日ご紹介するのはマーチンの D1 ですね。1995年製のモデルでございます。こちらですね、マーチンの D1 でございます。D18 と一見間違えそうな感じなんですけど、まあ個体 D1 ということで D-1 というような、書き方になりますけどね。こちらのギターの特徴、ダメなとこ、全て含めて、ご紹介いたしましょうね。はい、こちら95年製なんでもうだいぶ経ちますね。10年以上、経っているギターなんですが、だいぶ日焼けしてまして、かなり使い込んでいる、サウンドだと思います。傷が大きく目立つのはまずトップコンディションはまあこの辺ですね。少し跡があるかなっていう打痕の跡ですね。あとはまあそんなにないです。でまあピッキング傷と細かいのがちょろちょろあるよっていうぐらいで、クラックはないですね。それが一つポイントでいいところかななんていうふうに思いますね。で、サドルの刃もあるのでもう少し削ることは可能かなと思います。でお腹もね、ほどほどにはちょっと出てまして、これでもう安定してますので、それによっての安定をここで測ればいいのかななんていうふうに思います。ブレーシングも1箇所、外れておりましたので、これはうちの方で、修理の方をいたしました。でサイドバックですね。サイドバックも、マホガニーですね、はい、これも軽いですね、はい、もういい感じだと思います。この辺に傷があったりとかあるんですけど、打痕等はありますけど、クラック箇所はそんなないですね。ここにもなんかちょっとクラックっぽいのがあるんですよ。これ傷ですんでご安心ください。あとはねそんなにはないですね。はい、ネックコンディションは幸いにも結構いい感じのコンディションでね、まっすぐの状態になってます。フレットコンディション、そうですね、やや、削れておりますので、まあちょっと通信販売で買う方もいるので、少しひどめに言うと 70% 残ぐらいですね。軽くこの辺ぐらいまでは跡が少しあります。あとは問題なかったですね。で弾いて音聞いてもらうと一発でわかると思うんです。かなり弾かれ込んでて、音がねとってもよくボディの中になってますので、特に合うかななんて思いますね。はい、その辺がこいつの魅力だと思います。
現在の通常チューニング時の原稿ちょっとね高めにセットしてあるんですよ。ガツガツ鳴るんでね、これは今ね 2.9 とか 2.8 ぐらいですね。1弦側が、2.12 ぐらいですね、はい、そんな感じのセットになっているので、かなりあのおすすめできるかなと思います。まあ、こんな感じになってまして、ヘッドがマーチがもちろん入ってて、バックストラップピンも、上側はヒールのところはないですね。で、ダコンはまあ1箇所この辺にネックワールドかな。あとはまあちょっと塗装関係はあの劣化ぐらいで、思ったより綺麗かな、はい、そんな感じですね。こちらはねかなりお買い得特価で出しますので、あのマーチ1本欲しい人ぜひ、いいかもしれないですね、はい、で、まあ音もザクッと出るんですけど、やっぱりマホガニーネックを使ってるのが一つこの年代のまあいい魅力ですよね。そんなところもまあ、かなり評価ポイントに置いてあげてもいいんじゃないのかななんて思いました。それではマーチンの D1 1995です。95年かこちら販売いたしますので、よろしくお願いいたします。簡単でした。バイバイ。